和田雅之と尾崎由香のワダックスレディオ。皆さんこんにちは、ワダックス企画プロデューサーの和田雅之です。皆さんこんにちは、ワダックス尾崎由香です。この番組はアニメや漫画の企画とクールジャパンを推進するプロデュース集団エクスアーツの代表和田雅之さんが尾崎由香と世界さんと一緒にお送りするアニメ制作バラエティラジオ番組です。はい、4月に入りました。もう4月2日です。そうなんですよ、僕ね一個ちょっと報告がありましてですね。どうしたんですか？島根県のどうしたんですよね。そうそう、どうしたんですよね。報告って言うと怖くなっちゃいました。報告ね、報告この時期のね、はい、出会いと別れの3月4月というのはこの何があったんですか、はい、いい方の報告がありましてですね、島根県の出雲市、出雲大社のある出雲市の観光大使にちょっと任命いただきまして、おめでとうございます。ありがとうございます。なんかもう出雲といえば縁結びじゃないですか。出雲大社有名だからもう名刺もいただいてね、うん、ますますいろんな方のご縁をつないでいけたらなぁなんて思いながらも、自分の縁はちょっと程遠いんですけど、人のサポートばっかりしてるんですね。いやでも和田さんすごい人脈というか、はい、お友達が多いじゃないですか、うん、お友達多いのかな、どうなんだろうね、うん、お友達ですか皆さん、どうも。そうなるとやっぱ出雲はなんかこう大使、観光大使って言われると、ああ確かにってなっちゃいます。はい、このなんかフォルムがさ、でっかいんだけど、この大仏みたいな感じの大きなしめ縄があってね。今和田さんを囲ってました。そうそうそう。ね、そう、いや確かにね。だからやっぱり、なんでしょうね、いろんな神様がね、年に一回集まって、そうですね。そう、みんながこう、新しい旅立ちをしてたりとかするわけでですね、いい街なんですよ、出雲って。結構行かれるんですか？結構好きですね。あ、そうなんですか。なんならもう中学生ぐらいの時にブルーシートってアニメ見てて、はい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 、そのアニメが出雲神話をテーマにしてたりしたから、その頃からも好きなので、出雲はそう。なんかあるんですか、ご当地の有名な食べ物、うんうん、出雲はね、いろいろもうお魚も美味しいんだけど、うん、やっぱりお蕎麦かな。あ、お蕎麦、出雲蕎麦、うん、そうそう、10割のね、結構10割のガチッとしたやつ、美味しいですよ。食べたい、はい、行きたい、和田さん連れてってください。みんなで行くか、ロケでね。あ、確かに、ロケ行ければいいよね。みんな、わっほーいって、あ、なんか、今日一番の盛り上がり。やったー、行きましょうみんなで。ねえ、世界さんもぜひ、うん、世界さんはだから多分ツアーで行ってるな。ねえ、きっと行ったことある、ね、みんなに縁が運ばれますようにということで、うん、みんなで行きましょう、ね、行きましょう、それを夢に、うん、ということで今回もね、世界さんがお休みですね。はい、ライブツアー中です。そうです。ということでアニメニュースお伝えしたいと思います。 KDDI によるメタバース Web3 サービス αU を始動。 αU はメタバースでエンタメ体験や友人との会話を楽しめる αU メタバース、360度自由視点の高精細な音楽ライブを楽しめる αU ライブ、デジタルアート作品などの購入ができる αU マーケット、暗号資産を管理できる αU ウォレット、実店舗と連動したバーチャル店舗でショッピングができる αU プレイスを提供する。 αU メタバースはアプリをダウンロードし無料会員に登録することで利用できるメタバースサービス、3年で1000億円レベルの売り上げを目指している。 αU、 これまたね、なんか小澤部さん泣かせな、なかなか、はい、アルファユー、うん、いっぱいメタバースとアルファ、アルファユーが、ちょっとさ、これだからこんなにアルファユー言ったことない、 AU とアルファユーとかってなんかこのエイプリルフールじゃないよね。いろいろ企業がやってるけども、はい、いろんなところがね、でも本当なんですね、アルファユー、本当なんですね、本当なんですよ、本当なんですね、うん、ただこれやっぱでかくて、その、うん、メタバース空間を携帯キャリアがやるってことは、うん、もうスマホが全部そこにつながるわけじゃないですか、うんうんうん、ということはそのメタバース空間にパッとアクセス、ワンタッチで入れて、でゲームができたりとか、なんか講演が聞けたりとか、はい、あと物が買えたりするということだと、まあアマゾンに匹敵する可能性もあるしね。おだって携帯 AU だけで3400万人ぐらい、そうですよ ね入ってるおられるわけだから、そのユーザーさんが全員使ったらとんでもない百貨店になっちゃう。うん、そうそうそう。無料、うん。無料会に登録し。無料に弱い俺たち。無料に弱い。そうね。登録してみようってなっちゃう。ね、うん。アプリをでもダウンロードするのね。そうなんですよ。うん。でも無料会に登録する。うん。ダウンロードして、そうすると使えるから。ね。結構皆さんね。うん。やられる方多いんじゃないでしょうかね。そうだから、ライブが見れたりするっていうのはやっぱね、360度の視点っていうのは、これアーティスト的にはちょっと恥ずかしい時あるよね。そこ見ないでみたいな。360度ってすごい。ちょっと待って、後ろも見えるってこと？後ろは見えていかんね、下から見えたらダメだよ。下、でもそういうことですよ。そういうことなのか。いやいや、
多分ね、ライブの360度というのはステージの上のこの実際はドーム上というか半分ぐらい、北半球ぐらいの感じ、南半球からは見えない。それって360度なんですか？わかんない、これ配信されないとわかんない。360度、気になってきちゃいましたね。これはもう手玉に取られてますよ私たち。違うんですか？別にあの AU がて悪の組織じゃないからな。なんて言うんですかこれ。360度、気になりすぎて今顔真っ赤になってる。気になりすぎて私絶対登録しちゃう。ぜひ活用しましょう。これね、なんか面白そうだよね。うん、どんなものになってるんでしょうか ね。いや、 やっぱメタバースね、どうなっていくのか、うん、まあ、やっぱり時間と空間超えてね、パッとお買い物できるとかっていうのはメリットだと思うし、うんうんうん、使い勝手がいいといいね。なんかね、そうですね、うん、楽しみです。いろんなテンションの上げ下げがすごい。ちょっと落ち着いちゃいました。どうしても360度気になる。気になっ、下から見えるんじゃないか。下から見えるんじゃないか。後ろもどうやって。ちょっと au の人に聞こうよ。聞きますか、アルファ u 担当者の人を。ちょっとね、小田さんもしかしてつながってるかもしれない。つながってるかもしれない、うん、楽しみですね。ねえ、ちょっ ちょっと今ね、これ見たら報告しますね。興味津々ですよ、うん。見ました、見ました。何が、何が見えたんや。報告しますね。はい、ということで、あのこのままオープニングザザッといきそうになりましたけども、はい、はい、この後コーナーに行きたいと思います。それでは早速始めていきましょう。和田正幸と尾崎由香の和田クスレーディオ、今年度も友達100人できますように。和田正幸と尾崎由香の和田クスレーディオ、ハローアニメワーク。このコーナーはアニメ業界に就職したいなど、これからアニメにまつわる仕事に就きたいと思っている人、またアニメのことをもっと知りたいと思っている人に向けた業界紹介&相談コーナーです。アニメ業界に入りたいけれどどうすればいいのかわからないという人は多いはず。そんな人のために業界の仕組みや仕事への就き方などを紹介していきます。ということで、まずメールを読んでいきたいと思います。お願いします。ラジオネーム赤月さんからいただきました。和田さん、尾崎さん、世界さん、こんにちは。ダックス、こんにちは。ダックス、早速ですが演者さんのメイクさんのお仕事に関して気になったのでお聞きしたいです。演者さんが舞台やイベントなどで出演する際に必要になるのがメイクかと思いますが、演者の事務所の方がメイクさんの依頼をするのでしょうか、もしくは舞台イベント側のスタッフが依頼をするのでしょうか。また演者さんによっては自分でメイクをされる方もいるかと思いますが、和田さん、尾崎さんはご自身でメイクをされますか。あー、これなんかまたなかなか渋いというか、うんうん、いいところのご質問ですね。でも難しい気がします、うんうん、これね、まずね、あの芸能業界と芸能界とあと声優界とアニメ業界とでそれぞれちょっと流儀が違ったりするので、ですね、でまずじゃあ声優界の話をすると、僕の経験上は声優さんはあの舞台とかイベントとかの時は、まあ、予算にもよるんだけど、イベント主催側とかあの運営側がメイクさんをお願いして、はい、でその人がメイク室にいて、で出演者数にもよるんだけど、声優さんがこう今からじゃあ何さんが入りますよ、おはようございますってメイクして、うん、次の方どうぞってなっていく、そうですね、っていうパターンが多いような気がしますね。でもたまにやっぱり芸能事務所さんのあのところで実はこのメイクさんを指定でお願いしたいんですっていう風にご指名が入る時があって、うん、その時はイベント主催者側から連絡させてもらってっていうパターンが多いかな、はい、でラジオはね、あのカジュアルにやることがあるから、意外と女性声優はセルフメイクでも大丈夫ですよって人もいるし、うん、やっぱりしっかりメイクしてもらいたいですって人もいるから、そこはもう事務所とご本人の意向に相談するというパターンが多いような気がしますね。で僕は本当メイクって女の人すげえなって尊敬するんですけど、うん、もう ここのほっぺとかが白くなるのがもう嫌で、うんうん、あとファンデーションとか、はいはいはい、なんかさ、なんかこうムズムズするよね。でつけてると、そうで、うん、シャツのこの襟がさ当たるとさ、ここの辺とかになんかつくかなと思って、なんか借りてきた猫みたいな感じでこう、まあ、身動きなんだろう、吊られたこのなんかハンガーに吊られてるみたいな感じで
慣れないですよね。そうだからもう撮影が終わったらもうバーッと撮らせてもらって、なので自分では全くメイクはできないけど、おさぴさん どうその実体験で言うと、はい、アフレコの時とかになんかインタビューが入ったりするじゃないですか、はい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 、アニメの宣伝で、はい、そういう時とかはセルフメイクが多いかもしれないです ね。お衣装も自分だもんね。衣装もそうですね、自分で用意することの方が多い気がします、うん、でメイクさんが入る時ってのはどういう時なの。メイクさんが入る時っていうのはやっぱ大きなイベント、うん、ホールを使ってのイベントだったりとか舞台挨拶とかぐらいですか ね。だからさ、やっぱりあの舞台ミュージカルの時とかはメイクが強かったりするやん、はい、ちょっと遠くの人も見えるようにとか、はい、そういう違いでメイクさんの得意不得意もあったりするから、いつも同じ人ですか、全然いろんな人。舞台だとその演じる方ですよね、うん、舞台だと自分でメイクします。え、舞台はほぼみんな自分でメイクします。舞台メイク自分でやるの。自分でやります。ほやー、メイクさんは歌舞伎役者みたいだ。いらっしゃらないことの方が多分多いと思います。あ、そう。ほぼミュージカルの方も多分ほぼ自分でやるって方の方が多いじゃないですかね。そうなんや。なんでなんで、ね、なんでなんでしょうね。でイベントの出演の時、アニメジャパンとか例えばそういう時は、うん、メイクさんがいて、うん、やってもらうって感じだよね。そうですね。ベースメイクだけしていく時あるよね。もあります、ね、やっぱ人数が多いとベースメイクだけしてきてくださいって言われて、うん、目とかはしていただいたりとか、ね、髪の毛とかもしていただいたりとか、うん、舞台はだから基本そのウィッグとか、うん、あとヘアセットとかをしていただくことはあります。自分でできないので。そうか。それ以外は自分でそのまずそのなんだろう、ゲネとか、うん、メイクのそのなんだろう、リハの時にして自分でしていて、メイクさんがそのヘアしてくれるメイクさんがいらっしゃるので、その方が舞台上からその確認してくださって、それでこんな感じでいきましょうみたいな、うん、もうちょっとここ足してくださいっていうアドバイスをいただいて自分でメイクします、うん、あ、うん、あのね、これやっぱり今さっきおざぴゃちゃん言ってくれたあの、うん、人数による時もあるから、うん、タイトになったりとかするから、うん、これあの業界の言葉かもしれないですけど、交番表ってね言って、うん、この表を作ってどなたから最初にメイクに来てもらうかってすごいスタッフ間で悩む時があって、基本やっぱり若手の方が早めに入ってもらって先輩の方が後に来るっていう、で待ち時間を減らすみたいな配慮をするんだけど、その時間ですね、うん、多分メイク時間女性が1時間だとすると1人、うんうん、メイクと多分カツラつけたりヘアセットすると1時間じゃないですか、うんうん、で舞台が1時から始まるとすると、うん、膨大な量になっちゃうから、あ、だから時間がないから、だから自分たちやりなさいになるんだ。そうだと思います。そうか、舞台メイクって結構時間かかるんで、うん、1時間で足りるか足りない、もうちょっとかかるかかからないかぐらい、多分2時間かけれる方もいらっしゃるんじゃないですか、ね、だって出演者が15人いたらもうそれ大変なことになるもんね。もう朝っていうかもう夜から集合ぐらいの感覚じゃないと間に合わないぐらいな時間ですね、うん、全員やるとなると。確かにね、何十人じゃないですか、うん、だってもう兄様の、イベントステージ出る時とかも、うん、もう本当に真っ暗ななんか埼玉スーパーアリーナの楽屋に入って、うん、でもうみんな眠い顔でこうまだ寝てんじゃないかなぐらいのところからそうです、ね、メイクさんにメイクしてもらってるっていうのを目の当たりにするとね、うん、確かにそれはあるかもしれない、あるかもしれないです、うん、時間か、はあ、時間ですね。そうだね、パンフレット、舞台のパンフレットとかの時はメイクさんがやってくる、うん、写真撮影の時はね、 それも参考にしますね、うん、そのメイクさんがしてくださったメイクを参考に、あ、こんな感じの役だから、うん、こうやってやるんだってアドバイスいただいたりとか。なるほど。メイクはね、メイクは、いやでもこれすごいいいテーマですよ、うん、確かに。これだけで2時間喋れるの、うん、面白い。続いていきます。ラジオネーム勝太郎さんからいただきました。和田さん、尾崎さん、世界さん、こんにちは。ダックス、こんにちは。ダックス、こんにちは。ダックス、アニラジに関して気になったのでメールします。多くのアニメ作品が放送されると同時にアニラジをやっているものが多いと思いますが、パーソナリティが主役の人でない時があります。声優さんのスケジュールの都合もあるかと思いますが、そこの人選などは誰が行っているのでしょうか。他にこういった理由があるというものがあれば教えてください。ん、どういうことどういうこと。何ですかね、その、うん、アニメのそのラジオ、うん、始まった時に、うん、まあ、主役の人がパーソナリティをやってあラジオをしてる、そのアニメの あれかアニメ作品のラジオ、ラジオの時ね。そうです。なんでヒロインとじゃないんだってことか。そう、これは大人の事情ですね。大人の事情、やっぱ声優さんのスケジュールの都合とか。あのね、そうね、あの大人むせちゃった今なんか、はい、ちょっと待って、これどこまでどう答えんだ。
あのね、まあ、つまりアニメのキャスティングするときに、サブキャラクターのね、メインのヒロインじゃないところを有名声優になってもらって、人気の人に。で、そこでセンターのヒロインの人が新人さんであるみたいなことって結構あったんですよ。まあ、男の子でもそうですね、男性声優もそう。でも昨今そのコロナ禍入って、そういうのもなかなか育てている時間が難しくってみたいな課題も聞いたりするから、一概にはそうは言えなくなってるんだけど、で、やっぱラジオをやるときって、そのラジオしゃべりがうまくできるかっていうことがまた全然違うテクニックなわけじゃないですか。声優さんとして演技をするっていうところと、確かに。あと声のバランスもやっぱ見ますよね。お2人しゃべりの時に同じ声のトーンの人だったら、あ、分からなくどっなっちがた。喋ってんのこれってなっちゃうと思うから、スタッフとしてはそこを配慮して、プロデューサー的な視点で言うとね。でも確かにスケジュールが取りやすいというのはあるんです。そのラジオがゲストをお迎えするかどうかにもよるんだけど、毎週毎週やっぱり人気声優さんだったら、今週は水曜日の何時からで、来週は木曜日のバラ何時バかラらになっでみちたゃいな、う。もう隙間を縫って撮ってる人もいらっしゃるって聞いたことあるから、まあそうなるとゲストを入れるの難しいでしょ。やっぱ固定でこの時間で2本撮ります、1本撮りますっていうふうになってた方がいいので、じゃあそのスケジュールに合う声優さんはっていうふうになっていくことはあるよな。で、最も作品にとっていいのは、作品のキャラの中でこの子とこの子に喋ってほしいですっていう配役ができたらベストだよね。ああ、マスコットですね、じそうゃあ、そうそそれこそそ。う、うん、その作品の。まさに、ね、だからガイド役だったりとかストーリーテラーとして出てきますっていうのはいいと思うんだけど、もしくはそのもしかしたら11話でとんでもないことが起きますと、そこに向けてこの人にやってもらいましょうみたいなことがあったりするかもしれないし、ただそこまで練り込めるものってやっぱ少ないですね。タイムもうこれはみんスなでケ決めジるんュールです感か？も、人選とかは。やっぱアニメの制作委員会の中委員で、会で。宣伝の部会があったりするんですけど、そこで宣伝プロデューサー中心に、じゃあ、各声優事務所さんにどの方で相談しましょうか、音響監督含めてどうしましょうかみたいな会話するかな。突然こうバーンとは決まったりはしないです。じゃあそのアニメのラジオをこのアニメではやります、このキャラとこのキャラの人にやってもらいたいですっていうより、声優さんが決まってからやるんですかね。アニメのラジオやりたいですってところまでは企画書があって、第1希望、第2希望、第3希望っていうふうに宣伝プロデューサーとか企画のプロデューサー側が一応考えて資料は作って、で音響側に相談してみたら、スケジュールが取れました、取れませんでしたってことが多いと思いますね。やっぱスケジュール重視。どうしてもね。ねえ、そうですようね。ん。やる方の。そうだ、これが声優さんがね、よくオザピアちゃんが学生さんのオーディションでも言ってくれてるんだけど、運命というか、なんだろう、縁と運のところがあるのは、やっぱり運が悪いわけじゃないんだけど、このむちゃくちゃやりたい、声回ってる役なんだけど、この日の収録日なんですっていう、ここばっかりはね、分身して2個収録できたらいいんだけど、そうはいかんので、やっぱご縁のものがあると思いますね。で、意外とそこで盛り上がって、その2人がカップリング的にすごい良くて、アニメの作品を離れてオリジナルでもうラジオ番組やりましょうみたいなことが始まったりもするし、やっぱもうそれもご縁ですね。そう、2人それのがトきっークのかけ相性に。とかね、まあ3人かもしれないけど、そうだから主役でない時があるのはそういう理由だと思います。ありがとうございます。ということで、このコーナーではアニメ業界に就職したい、詳しくなりたいという人からのメールを募集しています。どんなことでもいいので、じゃんじゃん送ってきてください。和田さんがビシッと答えてくれます。以上、ハローアニメワークでした。和田雅之と尾崎由香の和ダックスレディオ、和ダックス公開オーディション。先日、この番組の中でこれまで行ってきたワダックス公開オーディションの結果が発表されました。今回はその合格者が実際にどんなお仕事をしたのかレポートしていきたいと思います。見事合格したのは、総合学園ヒューマンアカデミー京都校パフォーミングアーツカレッジ砂田聖奈さん、同じく大阪校パフォーミングアーツカレッジ千田和真くん。本日は千田和真くんの収録風景をお聞きいただきたいと思います。千田和真くんが担当したのはスマホゲームドラゴンエッグのウェブ CM のナレーションでした。では早速その様子お聞きください。今
回はちょっとなんか催眠動画みたいな、ちょっと低めの声質でリラックスさせるような催眠術かけるようなイメージで喋ってほしいんですけど、動画自体が15秒ぐらいなので、トーン自体は落ち着いているけど、少しその15秒のうちに収まるようにイメージしてもらえたら助かります。はい、じゃあお願いします。あなたはジェムが欲しくなる、たくさんのジェムが欲しくなる、ドライブを始めればあなたの願いは叶いますよ。上手ですね、やっぱすごいですね。もうワンパターンちょっと遊びかもしれないんですけど、この間最終ファイナリストの時のオーディションの時にこうなんかアニメの予告みたいな読んでいただいたじゃないですか。はい、それみたいなテンションでいけたりしますか。別パターン聞いてみたいですね。わかりました、やってみます。あなたはジェムが欲しくなる、たくさんのジェムが欲しくなる、ドライブを始めればあなたの願いは叶いますよ。いいっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらじゃあ収録自体は終了になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで収録の様子お聞きいただきました。いやもうね、見事ですね。もう見事ですね。うん、なんか1回目と2回目全然違う感じがして。本当ね、催眠術師の感じと、ちょっと少しね警戒になったというかね、なんか次回予告って感じ、なんか導かれるような感じがして。そうやっぱ面白いね。もうすぐさ、なんかあの BS の NHK とかでやってそうね、やってそう。まだまだいろんなパターンできそうです ね、ミステリーを謎を解けとかね、うん、やりそうな感じではですね、ここで、その千田一馬くんとリモートがつながっています。お呼びしましょう。千田一馬くん。はい、大阪港千田一馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや素晴らしいですね。素晴らしい収録ありがとうございます。収録の時はいかがでしたか。いや緊張はしてたんですけど、さっき収録風景でもあったみたいに、最終のオーディションで提出させていただいた課題の時と全く違うテンションで読むっていうことがあったので、ちょっと あれオーディションの感じで読むんじゃないんだと思ってちょっとびっくりした現場ではありました。戸惑ってたんですね。確かにね、あれだ、アニメとかドラマ CD だとそのキャラに合わせての声を、ね、そのままね、演じ方を考えていくから、今回の場合は確かにそう、課題は課題であったんだけど、その先にドラゴンエッグ側がどういうゲームの CM を作るかっていうプランがまた別にあるから、だから違った方向になったんですね、きっとね。そうみたいですね。てっきり明るいテンションで読むものかなと思って、ちょっと練習してきてた面があったんですけど。あ、じゃあそっちがもう主だったんですね、自分の。千田さん的にはバリバリやれるぞと思ってた。そう、そんな感じ。後半遊びで読んでみてくださいって言ってもらった方の感じで、初めちょっと練習してたんですけど、両方とも良かったね。うん、本当ですか、ありがとうございます。なんか全然、本当に全然なんか緊張してた感じもしないし、なんか緊張してたらワンパターンしか出ないイメージなんですけど、ね、でもちゃんとね臨機応変に対応してたから、なんならプロなんではっていう、いやいやいや、収録のあれしてるのではやってたでしょ。これがデビューではないです。収録自体はなんか回か CM は貼れるドラマ CD みたいなのに出させていただいたりも、なんかスタッフさんもねさすがですみたいな、ね、感じで。じゃあ今回の合格を聞いた時はどんな気持ちでした。いやもうシンプルに本当に驚いたっていうのもあったんですけど、最終オーディションの課題を結構自信を持って出せるように、結構自分の中でリテイクして出したんで、もらえた時はすごい嬉しかったですね。いろいろ自分の中で考えてオーディション課題出してよかったなと思いました。やっぱ考え込まれたオーディションの原稿だったんですね。千田さんなんか地声もいいですね。本当ですか、ありがとうございます。落ち着いてて、いいお声ありがとうございます。ということでではですね、最後に千田くんと一緒に完成したそのウェブ CM を聞いてみましょう。こちらです。警告です。この先の動画は催眠動画になります。あなたはジェムが欲しくなる、たくさんのジェムが欲しくなる、ドライブを始めればあなたの願いは叶いますよ。62億ジェムもらえる。完成した CM お聞きいただきました。これはギリギリやろ。ちょっとギリギリですか。ちょっと待ってよ。まあまあね、テレビ CM ほど交差が厳しくないとはいえ、このパグめっちゃこうなんですよ。めっちゃ可愛い。右で左なんか千田さんとコントラストがあるっていうか、すごいよね、なんかね。
印象深いですね、あの CM。 映画作るとね、またね、千田さんの声がいい意味で印象が違う、いかがでしたか千田さん。いやすごいですね、これが流れるのがすごく楽しみになりました。実際感染品を見て、なんかあのパグの声なのかなともちょっと思っちゃったでも飼い主パターンってことですよね。そうね、多分ね、パグをこう、そうそう、催眠かけてるんですよ。かけてる、あ、面白い CM、 素敵でした。いっぱいジェムもらえそうな気がしていった。ということで千田一馬くん、ありがとうございました。ありがとうございました。次回からまた新たなオーディションを行っていきます。以上、ワダックス公開オーディションでした。和田正幸と尾崎由香のワダックスレディオ。お届けしてきました和田正幸と尾崎由香のワダックスレディオ、そろそろおしまいの時間です。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールはwadax@joqr.net まで。またこの番組の公式ハッシュタグはハッシュタグひらがなでワダックスです。そして番組公式 YouTube ワダックスチャンネルもあります。こちらでは番組本編と映像付きのおまけトークがお聞きいただけます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回のおまけはふつおたをご紹介していきます。詳しくは番組公式 Twitter をご覧ください。ここでワダックスラジオからのお知らせです。来週4月9日日曜日から番組の放送時間が13時から13時30分に変更となります。引き続きよろしくお願いいたします。13時スタートね。はい、13時スタートです。そう、いつもよりゆっくりの30分スタートします。お間違いなく、はい、さてここでお知らせです。私からいきます。4月7日より主演アニメエドマイエルフの放送が始まります。おめでとうございます。ありがとうございます。楽しみ、もうすぐですね、うん、ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。そして、世界さんがいらっしゃらないのですが、世界さんのお知らせです。劇場版転生したらスライムだった件グレンの絆編ブルーレイ &DVD が7月28日に発売決定です。こちらぜひゲットしてください。そして和田さん、はい、では来週再来週とゲストをお迎えします。アニメのですね、僕の心のやばいやつという、もうすでに漫画で大変何か話題になってますが、テレビ朝日のアニメのプロデューサー遠藤和樹さんと声優の陽宮ひなさん、お二人が2週にわたって来てくださいますので、ぜひよかったらお便りもいただけたらなと思います。ということでここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と尾崎由香でした。ありがとうございました。この番組は株式会社エクスアーツと総合学園ヒューマンアカデミーの提供でお送りしました。